昼時の小学校、児童らが給食を食べています。新型コロナウイルス感染症対策のため、ソーシャルディスタンスを確保し、会話をせずに食事をしています。それ以外に変わった様子はないように見えますが、実はこの日の献立にサボテンが使われています。どれがサボテンか分かりますか？正解はこちらです。春日井市では市の特産品であるサボテンを使った献立を毎年7月、9月、10月の給食で提供しています。それがサボテン給食。子どもたちに地元の産業について知ってもらおうと、平成19年度から実施しています。これまでサボテンコロッケやサボテンとキャベツのサワー漬けなど、さまざまなメニューを提供。今年10月8日の献立は、うちわサボテン入りツナサラダでした。今回の春日井市政だよりでは、サボテン給食についてと、サボテンを使った献立が作られる様子をお伝えします。春日井市庄那町にある東部調理場、ここでこの日作られるサボテン給食は、市内の小学校14校に提供されるおよそ5000食です。うちわサボテン入りツナサラダに使うサボテンがこちら。全部で15キロ以上もあります。前日にピーラーでトゲを削いでおき、この日はまずスライサーという機械で千切りにしました。機械の中を通るとサボテンが細かくなって出てきます。続いて加熱をします。この大きな茹で釜には300リットルもの水を入れることができます。お湯が沸いてくると、あたりに湯気が立ち込めます。そしてサラダに使われる他の具材と一緒にサボテンを湯がきました。具材を混ぜる道具は1メートル以上の長さがあり、扱うには力が必要です。湯がいた後は真空冷却器で冷まします。スイッチを入れると中が真空状態になり、食材を一気に冷やせます。この機械を使うと90度近い具材を15分で10度まで冷ますことができます。具材が冷えたらツナとコーンを加えて味付けをします。醤油、お酢、砂糖、サラダ油、ごまを加えて和えました。調理員の皆さんは体全体を使って具材を混ぜています。味付けが終わったら食感に盛られ、それぞれの学校に配送。このような工程を経て、給食は子どもたちのもとに届きます。サボテン給食は好評だったようで、おかわりする子が続出。食べ残しもありませんでした。最初はなんか苦くてしょっぱいって思ってたんですけど、食べてみるとしょっぱくも苦くなくて、美味しく食べれてよかったです。ちょっとネバネバしてたんですけど、オクラみたいでした。食感がコリコリかなんかシャキシャキとかしてて美味しいと思います。サボテン給食を通して子どもたちは、美味しさを感じながら地元の産業について学べたのではないでしょうか。市では今後もサボテン給食を通じた食育や地産地消の推進を進めていきます。